4つはだいたい鴨川を挟んで東と西とに分かれて、まあ、4つは近いところに固まっております。もう1つはちょっと遠いのですけれども、北野の天満宮のそばに上七軒というお茶屋さんがありまして、そこを含めて5つです。だいたいこういう家内というのは神社仏閣の茶店から発祥したということを聞いておりますけれども、まあ、宮川町の場合は鴨川 の東側の河原のそばでして、奥に歌舞伎の発祥で、芝居茶屋ができたのがだんだん発展してきて、お茶屋さん、舞妓さん、芸妓さんが誕生したように聞いてます。本当に長い歴史があるんですね。はい、あと今回いらしていただいている芸妓さん、舞妓さんについて素朴な疑問なんですけれども、芸妓さんと舞妓さんの違いについて詳しくご存知でない方もいらっしゃるかなと思いますので、ご説明願いますか。芸妓さん、まあ、大体最初舞妓さんに、16歳で習いまして、4、5年経ちますと入り替えをして芸妓さんになるわけですけども、まあ、舞妓さんというのは見ていただいたら分かりますように、全部髪は地毛で自分の毛で言うとあります。それと着物はたもとが長押す、芸妓さんのたもとがずっと長くて縫い上げというものをして、肩とたもとに必ず舞妓さんは縫い上げをしてあります。それはなんか昔舞妓さんっていうのは8つ5つの人がなったらしいので、髪飾りも派手で、たもとも長く、子供の仕立て方をずっとその形だけずっと継承してなってるわけですね、いまだに。で、ちょっと立ってくれるのか、すみません。で、後ろを向いてもらって、これが舞妓さんのトレードマーク、だらりの帯のだらりをする。必ず舞妓さんはこの格好をして、今日は草履履いてありますけど、ほんまはほぼ20センチぐらいある金の、ぼっくりっていうのそれを剥がしてもらって、この、まあ、みんなここに門がついてますけど、これは館の門で、昔は本場の小さい子たちがなったはったんで、舞も札代わりに、まあ、後ろ姿を見て、あどこの舞からだというのが分かるように、みんな全員にだらりの帯にはお家の家紋がついています。で、まあ小さい舞妓さんと、ちょっと先輩の舞妓さんは、この頭のワニラの形が、小さい舞妓さんこれ割れ子の形のわけですね。で、大きい舞妓さんが始まると大きくという形のわけになっています。お願い、芸妓さんになられますと、みんな髪はカズラで、島田という髪形のカズラをカズラしてもらって、お襟も縫い襟から普通の白手の襟に変わりまして、たもとも短くなります。まあ、だんだん大人の格好になっています。まあ、帯もだらりの帯からこう普通のこのお太鼓の結び方に変わっていきます。まあ、あとはまだ細かいことはもしも正直になりたいことがありましたら。